伊藤麻子の信じられない遅刻理由。笑いのハプニングが明らかに。皆さん、こんにちは。チャンネルへようこそ。今日は笑いのハプニングに満ちたエンターテインメントニュースをお届けします。今回は、お笑いタレントの伊藤麻子さんに起きた信じられない遅刻事件に迫ります。では、早速内容に入る前に、 チャンネル登録とベルマークを押してお忘れなく。さあ、始めましょう。伊藤麻子さんが読売テレビの上沼高田の釘付けに出演し、後輩河村恵美子さんとの面白いエピソードを明かしました。まず、伊藤さんは親友の奥ぼかよ子さんと一緒に、後輩の河村恵美子さんと食事をすることになりました。 えみこさんが家にいるということで、近くのお店で食べることに決めたそうです。では、どういうハプニングが待っているのでしょうか。伊藤さんと大久保さんは楽しみにしてえみこさんを待っていましたが、なかなか現れずに心配になったそうです。そして、1時間ちょっと過ぎてようやく連絡が入り、その驚きの理由が明らかになりました。えみこさんは、 お風呂に溜めたお湯が全部抜けるまで見ていました、とのこと。皆さんも驚きましたよね。はあ。ええ。そんな人いる。嘘でしょ。いや、何か違うことやってたなら言えばいいじゃん、と、伊藤さんは呆れていたんです。恵美子さんは、お風呂のお湯が全部抜けるまで見ないと不安でしたから、と話していたそうです。 それを聞いた伊藤さんは、先輩二人をそんな理由でよく待たせたな、と苦笑い。しかし、恵美子さんだからちょっとやりかねない、なんて思っているそうです。笑い。本当に笑えるエピソードですよね。お風呂のお湯を全部抜くまで待つなんて、なかなかいることではありません。番組の出演者たちも大爆笑。高田淳二さんは、恵美子はダメだね。 と笑っていました。その言葉に同名の上沼恵美子さんもツッコミを入れていたんですよ。伊藤麻子さんの信じられない遅刻理由、いかがでしたか笑いが絶えない楽しい時間でしたね。もし楽しんでいただけたら、高評価とシェアをお願いします。さらに、チャンネル登録して、新規動画を見逃さないようにしてくださいね。ありがとうございました。 また次回お会いしましょう。それでは、さようなら。